何か欲がわからないか。今の今だったら喜ぶ。でもめっちゃこんななってる。今の今だったら絶対に喜ぶと言ってくれた、うん、今ね、突然企画を発表します。何それ。うん、ゆあって今コスメ好きじゃない。好きです。ママのコスメ全部あげます。え、何を言ってる。もっと驚いてよ。えって顔してよ。あげます。じゃあ、あの、今日ママあんま映れる格好してないんだけど、ここにあるコスメを全てあげたいと思います。じゃあスタートしましょうか。スタート。はい、ということでドレッサーこちらに移動しました。怖い。なになに、登場が独特だな。疲れた。じゃあちょっと、じゃあまず開けてみてくれる。はい。どこ、まず上行く。ここから。すごい、すごい、大丈夫。使えるのがあるかわかんないのよ。なんで。なんかもう結構前のとかも保管しちゃってるから。本当だ。だからそれはユアが判断して。オッケー。うん。あ、じゃあ待って、なんか髪用意しよう。こうやってさ、うん、色とかでさ、あんじゃん。ということで、まず1個目。どうですか。あ、こちら100均ですね。あ、でもこれ結構好きそうな色じゃん。おお。じゃあ本当いるかいらないかでいいから。いります、これ。100均ゲット。絶対これは。あれだよ、スライム作りに利用したじゃん。わかる。じゃあもうさ、これさ、もう無理だよ。なんでここの中入れたの。まず一回入れちゃったのよ。これはもうまずこの企画のために撮ってた。こちらはあの、もうまず見る前からもうないです。商品が悪いわけじゃないよ。あ、こちらも100均です。見ていきます。あ、ごめんなさい、こちらそこまで、色がそこまで気に入らなかった。こちら行きたいと思います。あー、でもこれ絶対ももちゃん好き。あ、こちら絶対ももちゃんが好き。このパスタ作る。はい、チューブですね。チューブで、あ、これなんて。おお、これはリップというのでしょうか。こちらはいりません。あ、いりません、やばい、ちょっとこちらちょっと好み、好みっていうかもう色がほぼありません。面白いね。あ、これ結構いい。これ意外にいいぞ。これ入れます。ゲット、こちら。あ、これママが好きなやつや。原宿で売ってた。あ、ごめんなさい、これちょっとなんかもう入ってません、ほぼ。もうこれ、あの、ごめんなさいっていうかもうまず入ってません。そういうの覚えてくれるんだ、今って覚えてくれてるの。こっち100均の、うん、まだ一応ね。あ、こちらね、ちょっとオレンジ私はそこまで好きじゃないんですけど。あ、絶対これ好き、100均の。はい、こちら取っときたいと思います。とか言いながら、待って、これ同じやん、色。こちらも100均です、ね、スライム。あ、大丈夫、取っといて。あー、これ、この色がちょっと迷うな。あー、待ってね。すいません、なんかちょっと迷った。こちら、でも100均、うん、こちら100均です。はい、こちらちょっとごめんなさい、色が気に入りませんでした。それでこちらの100均。あ、でもこれ結構いい、俺。あー、ごめんなさい、ちょっとこれ色が薄い。はい、あ、絶対見て、見て、これなんか入ってないやつ。いきます。はい、入ってません。スライムで利用したの。あ、これもだ。これ、目覚めめっちゃいいけどね。そうなんだよ、だからなんか捨てなかったんだ。今の私はもういいや。いや、これさ、後で写真撮りな。なんかママ最近こんな感じです。さ、世にも奇妙な物語、百鬼です。それさ、深きょんのやつじゃん。世にも奇妙な物語、新しい自分がいいから。
こちら見てください、絶対に中入ってないやつです。外からしか汚いですねはい、ということで1段目っていうか、まあ、1段目のこの1個目の箱を終了。絶対これ可愛い、モモが見たらモモも欲しいって言い出すよね。何でしょうかこちら。昔100均使ってたんだ、うん、こちらで何でしょう、いた、いた、何それ、あ、これはいい、はい、折れちゃう、折れちゃう、これ何、今これあれだ、キャンメイク、うん、アイライナー、うん、アイライナー使わないんですけど一応取ってきてます、うん、こ, れこちらです、何これこちら、あの何でしょうか、かわいいな、何これ透明じゃん、何これかわいい、え、待って、本当に何、何それ、見て、これ見て、見て、透明だよ、これ見て、いくよ、あー、二人にするやつだ、はい、あ、だから細いの、細いの、はい、これ言います、あ、またチューブ系の、いいよ、うまいけどチューブ系の、面白い、これいる、いるよ、はい、なんで、なんかすごいそれ、こちらの迷彩柄、迷彩柄じゃない、迷彩って言ったらあの人こちらいります、ママこんなの使ってたんだ、こちら、なにこのチッコリップかわいい、ごめんなさい、色がタイプではありません、出しすぎると戻りません、だってやってみよう、やってみよう、何え、何そのリップ、しかもちょっと見せて、ちょっと大事、戻るやんけじゃあ取っとくね、取っとくね、じゃあ、うん、いりませんって言っちゃった続いてこちら、え、キラキラ可愛い、これめっちゃ最近じゃん、なんか随分さ、いいやつと悪いやつの、あー、まあこれ、まあそんな気に入ってないけど、最近のだから取っときます、いや、綺麗だから、え、開けてもいない、なんてめんどくさがり屋の おばさん、うわ、お母さんっていうのかと思った、かっ、めっちゃこれいい色じゃん、よく開けなかったな、今まで、あれ、今も買ってくれたキッチンタイマーが何、あ、ごめん、私が昨日ね、あ、じゃあ、おとといね、なんかね、行方不明にしちゃったよ、あ、なんだね、いります、これ終わりました、次ちょっとよくわからん、これ見たことのない、この化粧品、うっ、開けてない、なんかね、子供が開けてない、アイブロウ、ね、あ、絶対これドンキで買ったやつだよ、見てこの適当な貼り方開かない、でも一応届く、大クルの日焼け止め、うわで、待って、これさ、絶対日焼け止めじゃなくない、見て、見て、この、この黒さでもこれ日焼け止めって書いてある、ほら、ほら見て、何、音がないんだけど、日焼け止めって書いてある、音取れなかった、ね、待ってね、ほら、日焼け止め大量にある、だね、ね、これ何、なんかさ、子供がね、だからね、ね、何って聞いてんの、日焼け止め、え、なんかさ、子供がコスメやると可愛いよね、全然知らなかった、絶対これ100均のリップなんかさ、子供がコスメやるとさ、可愛いうわ、なんかめっちゃあるやん、こちら開けていきます、絶対白、これ、白とかつ、かわいい、これいる新商品が発売されて買ってみてくださいって、はい、次こちらです、見てないし何これ、何これ、腐ってる、腐ってる、ほら、なんかなんで腐ってる、形が、あ、え、それって何、どこのやつ、ちょっといいんだけど、ねえ、もうさ、これをきっかけにさ、部屋片付けよう、
今。ねえ、わかった。見て。今ね、こっち入れようとしたらこう、ぐにゅって曲がってみて。手にもついた。ね、見て、これ。入れます。こんなのいらないな。やばい、そうだった、これ。でもこれまだ使えるよ。どうする、いる？こちらの中に。あ、すごい大量。次はそこまで一歩はないですね。よし、じゃあやっていきたいと思います。こちら箱ですね、箱。これ箱っていうのも何でしょうかね。一応箱じゃ一回取ってみましょう。もういらないな。箱ですね、箱。なんか昔はね。箱ですね、箱。箱ですね、箱。あ、これがリップじゃない？そのね、そのね、うんね。で、ちょっと探検していきましょうか。ちょっと検定してみましょうか。こちらの丸、こちらの方のリップ。はい、ごめんなさい、ちょっと無理です。あ、エチュードハウスだって、ファンデーション。え、めっちゃいいファンデーションじゃん。これいります。かわいい。見て。なんで？え、チークだよ。え、もしかして顔全体にすると思ったの？ピンク色？こちら、勘違いしてていらねえって言ってしまったんですけど、めちゃくちゃこれ最高です。使い物いらねえとかやめてください。あ、ごめんなさい。大人みたいなことはママめちゃくちゃ怒るじゃん。こちらはこのフェイスカラーはいらないな。あ、可愛いからいる。え、このリップ、あ、フェイスカラーだった。え、可愛いからいる。続いて、なにこれ、高そうなシャネル。ねえ、このさ、リップさ、そんな気になかったんだけど高そうだよ。あ、懐かしい、それシャネルとかじゃないんだけど。いる？いる？お、これはあの赤いマニキュアじゃないですか。いきます。あなたの番ですね、やつだ。今の箱やった。だけどパッパもらっていい。ねえ、何これ。バスソープだって、石鹸だって。あ、そうそうそう、それ。え、使おう。なんかもったいぶるな。もったいぶるな。ひや日焼け止め。あ、普通にこれ普通に最近使ってるよ。ねえ、続いてはこちらのチークですね。チークかわからないですが、いります。パウダー。あ、ごめんなさい、いります。なんかもうめっちゃスライムに使えそうなやつばっかり。あ、これあれだ、前に私が欲しかったやつの。うわー、これ 3CE のやつ。知ってるよ、牛乳でしょ。なにこれ、思ってたのと違うけど可愛いからいる。可愛い。思ってたの違った。うん、違った。なんかやっぱ100均っていいね、この小石の。あ、このクリームちゃんはどういちもちかね。こちら箱ちょっと、うん、重たっ。これ一回も使ってないパターン。これクリーム、これ。あ、それ今買ったじゃん。え、今使いたいと思います。OK。 あ、出る。あ、これ私がさ、前にさ、これ持ち歩きいいねって言ってさ、コンビニで買ったやつだ。ケープ。なにこれ、かわいい。なにこれ、なにこれ、めっちゃいろいろ入ってる。2個も入ってる。いります。この中に、ほら。頭じゃない、見て、ほら種類同じだもん。あ、ほんと、え、それなんで知らないの。いや、こちらちょっといります。あ、え、見て、なにそれ、それ見て。なんか走ってきたんだけど。あ、それだな。いいものを思い返した。え、ね、それいる。やった、それ。え、なくしたって言って、なんか、あ、違う。え、じゃあ、まあ、これはいる、この2つ。なくしたと思ってた。そうなの。じゃあ、はい、終わりました。え、全部終わってない。で、続いて最後のこちらの最後
ということでですね、あと少し。これ最高に可愛い。見て、なんかちょっと浮いてない？可愛い。可愛い。可愛い。あはは、面白い。何これ？三段重ねじゃん。一段。いきます。何これ？すごいな、これもらったやつね。これ忘れて、これはいります。ごめんなさい。これ何屋さんだよ。あったあれだね、いりません。はい、ということでですね、今日はまあ本当に突然だった企画の、でも急に始めるよって言った企画なんですけども、ママのコスメ全部くれるっていうやつでした。でね、これから片付けが本当にね最高になると思います。でもね、このきっかけでね、部屋も片付けたいと思います。部屋今やばいからね。この今の部屋の汚さを知ってるのひまちゃんだけです。なんだよ。この間ね、テレビ電話で部屋見してって言って見した。あの部屋見したんだよ。そしたら、うわって言ってた。ひまちゃんに、なんかちょっとさ、気遣いって感じじゃん。あー、綺麗じゃん。もう、そういうのもなしで、うわ、汚って言われました。なのでだから言われましたっていうか、言うに決まってます。言うに決まってます。まあそれほど仲がいいってことですね。ということで、これをきっかけに片付けたいと思います。ひまちゃんを呼べるように頑張りたいと思います。あとね、あんちゃんもね、いつもねなかなか家に呼べないので、今度呼びたいと思うので、部屋きれいにしたいと思います。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。今からはツイッター、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添えますように。ママモチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。